ナビソコチャ、LTS よろしくお願いします。ということで今回なんですけども、ホワイトデーフェスタ2024、はい、新着まとめやっていきたいと思います。お久しぶりです。はい、というのもですね、最近ですね、体調が優れなかったりとかね、あとはちょっと単純に忙しかったりありまして、ちょっとバタバタしておりまして、で、3月いっぱいもね、ちょっと忙しそうなんですよね。なので投稿ペース落ちそうなんですけども、また4月以降になったらね、元に戻りますので、まあ、でも更新自体はね、ちゃんとしていくので、よろしくお願いいたします。ということで早速、新情報を見ていきましょう。どうぞ。はい、ということで今回ですね、S ゴマ3体の A ゴマ3体となっております。まあ、ホワイトデフェスタということでね、イケメンが勢ぞろいということで、S ゴマがハルモニアドレスバカン、そして、A ゴマがブルスロソーディアントやフェルナンドとなっております。では、性能見ていきましょう。はい、まず、神の S ゴマハルモニア見ていきましょう。スキル、ボルトヒールと、紙10枚以上15枚以下の条件で発動します。HP 減少していないほどダメージが上昇するマックス2500の雷撃と、で、減少するほど回復量が上昇するマックス4000の HP 回復となっております。で、コンボスキルが、紙10枚以上15枚以下の条件で400スタートの自分相手両方のコマ1枚につき150上昇マックスが3800となっております。はい、ということで神の S ゴマで神単条件じゃないボルトヒールは初登場じゃないですかね。今までないと思うんでね、神銃で使えるのはね、はい、初めて登場しますよと。で、内容としてはかなり回復寄りの、ボルトヒールなんで、使用感で分かりやすいのはあれですね、日常ティターニアの10日ですね、あれに近いと思います。ただそれと違ってコンボスキルダメージ寄りなんで、スキルで耐えたコンボで、火力を出すってムーブが、できるよというふうになっております。で、神銃条件でこういう回復寄りのボルトヒールなんで、でコンボスキル結構、ね、マックスターン数かかるんでね、先行10ターンみたいなかな、マックス出ると思うんですけども、なんで、まあ、シエンティアの耐久とか、あとはそうですね、なんかあるかな、耐久寄りのあ、ハルマルとかね、あとは最近で言うとアマテルですね。アマテル結構そのね、リアンツイルみたいな使い方が多いというか、あの雷撃5000の方でね撃たれること多いと思うんですけども、そうじゃなくて永続の方でね、メインで使う感じのデッキで準耐久するっていうのも、まあ、面白いんじゃないかなと思ってますね。はい、で、あとカップ戦ですね。英傑院持ってるんで、結構ね、日常ティターニアもね、カップ戦強かったりするんですよね。なんで、しかもそれが神銃で使えるってことなんで、結構幅広くデッキ組めたりするんじゃないかなと思うんですよね。なんで、まあ、ハルモニアカップ戦、まあ、重視してる人は取っといてもいいのかなと思いますね。ただ、毎回毎回その出番が多いってわけでもないと思うんですけど、まあ、持っておけたら嬉しいなっていう感じだと思います。はい。はい、続いて、マイスゴマドレスを見ていきましょう。スキルがリバーサルエナジーと、マルクマイ条件で1ターン2000の回復、ひっくり返されると2000の特殊ダメージを与えますよと。で、コンボスキルがマルクマイ条件で1000の吸収、プラス相手のキャラゴマ1枚につき500の毒ダメージ、マックスが1800となっております。はい、ということで、2体目ですね。リバーサルエナジーがね、はい、まあ、無一郎に続いて登場しておりますよということで、まあ、無一郎よりも使いやすいですね。一ターン完結なんで、相手の返しやすい位置に、置きやすいと思います。で、コンボスキルも結構圧があると思うので、まあ、割といい性能かなと思うんですけども、であとマルクマイ条件なんで神銃もいけるし魔銃も入るし、あとは、マリオデッキにも、入れることができますよと。ただね、どのデッキに関しても枠がちょっと厳しいところはあると思うので、まあ、カップ戦かな、はい、シュライン持ってるんでカップ戦で活躍する性能だと思いますね。で、リバーサルエナジーのね、1個弱点言っておくと、リバーサルヒールってダメージ与えてひっくり返したら回復じゃないですか。なんで初手に打つムーブ強いんですよ。うん、あの相手に返されやすいし、ちゃんとアドも生かしきれるんで強いんだけど、リバーサルエナジーはね、これ初手に打っちゃうと回復に余剰が出るんで、そこがちょっと弱点かなと思うんですけど、まあそれ以外はまあ悪くないかなっていう感じはしますね。はい、ってことで、まあ弱くはないけど、まあカップ戦だったらワンチャンあるかなぐらいですかね。はい、はい、続いて、竜の S ゴマバカン見ていきましょう。スキルが捕食と、竜単条件で3ターンアタック 1.2 倍の与えたダメージの 20% 回復しますよと。で、コンボスキルが、竜単条件でアタック 1.7 倍の与えたダメージの 25% 回復しますよということで、まあ、速攻竜向けの捕食ですかね。で、使用感としては、あれですね、マナグリのセヘル。あれと近いと思いますね。まあ、近いっていうか、使用感で言ったらほとんど同じなんじゃないかなと思いますね。それを速攻竜でできますよと。速攻竜ね、通常のアタックかなり高いんでね、殴り能力自体は高いんで、結構捕食思ったよりするんじゃないかなと思ったりするんですけども、なので割と可能性広がる駒なんじゃないかなとは思ってますね。まあ、ライバルも多いですけども、なんかね、エキダナとかティポーンとかね、いろいろ、まあ、強くもたくさんいるんで、なんならね、ナルアダルは実装されてるんで、ライバルは多いんですけど、可能性はあると思いますね。はい。で、まあ、暗黒に行ってもいいんですけど、暗黒に関しては正直ね、なんかその、王とか入れて、
普通にね、まあ 1.3 倍から4倍ぐらいのバフを常にかける方が強いと思うので、まあ暗黒というか速攻竜ですね。あとはチャージ竜とかに入れて、あの HP をね担保しながら、リーダーのねチャージを待つっていうのもまあできると思うので、結構面白そうな駒だなと思いますね。でステータス高いのにね 1965 HP 振ったら2000超えてくるんで、そこも優秀かなと思いますね。なんでまあスタメンかと言われると、まあ多分速攻まではいかないと思うんですけど、まあそういうね面白い使い方できるんで、個人的には欲しいこれね使ってみたいですね。はいはい、ここからエゴマですね。まずはベルスロソーリア見ていきましょう。スキルが防御と、マルクマイ条件で3ターンの間通常特殊を 82% にする防御スキルと、でコンボスキルが、マルクマイ条件で1000スタートの相手のキャラゴマ1枚につき200上昇、マックスが2000となっております。はい、ということで、まあ、シンプルな防御ですね。使い性能としてはメルノガイスだったりとか、あとは10日のアンナプルナですね。ただ2体と違うのがリンク条件ですね。メルノガイスがね確かコンボスキルに神獣条件ついてるんですよね。であとはアンナプルナが、神タン条件ですね。はい、なのでベルスドは魔獣から神獣までいけますよと。他2体は魔獣には採用できないんで、まあメルノガイスはできるけどコンボが発動しないんでね、まあ実数できないと見ていいかなと思うんですけども、なので貴重な枠ですね。そして人道院持ってますので、まあ詰まるところカップ戦ですよ。はい、カップ戦においてこの汎用性持ってて、この性能はかなり強いんじゃないかなと思ってますね。なんで個人的には今回一番当たりかなと思っているんですが、カップ戦やるなら持っておきたいですかね。はい、一応神獣だとねメルノガイスいるんですけど、まあ、メルノガイスと比べてまず防御の、数値が 2% 高いっていうところと、あとはコンボスキルがね安定してるんで、ただメルノガイスな長期戦になると強かったりするんで、まあ、そこは好みはあると思うんですけども、ただ魔獣でこの防御ってなってくると貴重になるんで、やっぱ持っておきたいなとは思いますね。でシーズンマッチとかロイヤルに関しては正直あのウンディーネがいるんで神獣もそうだし魔獣もそうだし神タンもね、なんならあのねウンディーネ一体で結構防御枠は済んじゃうところあると思うので、まあブレスドはシーズンマッチにおいてはそこまで重要じゃないと思ってるんですけど、なればカップ戦やる人向けですね。はい、という感じだと思います。はい、続いて前駒トーヤ見ていきましょう。スキルが罠ですね。神駒マゴマ6枚以上の条件で特殊雷撃を 95% 返しますよと。でコンボスキル恒星霊魂ですね。久しぶりですねソウルスキル。消費霊光線1で、最大3200の毒ライフバーストに20の霊力ダメと。で3消費だと3500の毒に、5ダメとなります。ということで、まあソウルスキルね久しぶりに登場ということなんですが、特殊雷撃罠ですね。ソウルデッキってソウルの駒しか採用できないんで、現状ソウルの駒の中で、雷撃で対応できるのはこの1体だけとなっておりますので、ペイはね月読みが強い環境なんで、そこに対抗するための1枚として、採用ができるということですね。でコンボくっそ強いねこれライフは3200、3500、これ毒なの結構強いと思うんで、これコンボめちゃくちゃ強いね。なのでそこも結構ね評価してあげていいんじゃないかなというふうに思っております。ということで、まあソウル使ってる人はね、まあ持っておけるといいんじゃないかなと思います。はい、ラストフェルナンド見ていきましょう。スキルがブレイズホーリーと、竜ちゃん条件で2ターン500の火炎ダメージ、500の回復と。でコンボスキルは遠征ですね。シリーズに落ちてダメージが上昇し1200、1600、1800となっております。はい、ということで、なんだろうねこのリアクションに困る性能というか、弱いわけでもないし別に特別強いわけでもないというか、まだベレーズホーリー戦撃用は初めてですかね。はい、でまあスキルのアドバンテージに関しては、まあ2ターンに分けてメルティシアみたいな感じですよね。はい、旋回の旋回復を2ターンでやるっていうところで、まあ悪くないんですけど、まあスタミナ入るかと言ったらそれは厳しいかなっていう感じはありますね。どう活用したらいいんだろうな。まあ、スキルもコンボも火炎に関してるんで、なんかヤンドーラ入れて、ね、火炎型の戦撃組んでみたりとか、だったらありそうかなっていう感じはしますね。あとカップ戦だね。カップ戦で戦撃強い時に、採用したりはあるかもしれないですね。で、ロイヤルとかに関しても正直 A 枠の選択肢多いし、ほとんどが強いので、その入ってくる駒たちって。まあ、フェルナンドが枠奪えるようなところって多分ないと思うので、現状やっぱカップ戦ぐらいかな使えそうなのは。なんで、まあ、戦撃がね、カップ戦で強くなった時用に取っておきたいって人は引いておけるといいなっていう感じですかね。はい。はい、ではいつも通りガチャの情報を見ていきましょう。まずはステップアップありますよということで、ステップ2で新鋭ゴマから1体、そしてステップ4で新鋭スゴマから1体となっているので、まあ、新ゴマ欲しい人はこっち引いてください。そして、属性編からいきますか。はい、属性編ですね。過去の、あれですね、なんだっけ。
ホワイトレアルカード、その辺とか欲しい人は、こういうね、属性編で狙い撃ちするのがいいと思います。そして、噂のあいつコレクションということで、まあ、ホワイトレーなんでイケメンキャラが集結しておりますので、欲しいキャラいましたら、引いてみてください。結構ね、この中だと、ヌアザなんかね、与えると思いますので、引いてみてください。そして、パックですね。これもね、毎度恒例ですけども、特設サイトからの購入で 10% お得に、ゲットできますので、購入検討している方はね、ぜひサイトから購入してみてください。そして今年もですね、特別バージョンのイラストございますということで、新エスグマサンタに関してはトーク素材使うことでイラストが変化しますと、今年はメガネ男子になります。はい、バカンとねドレスもありますので、こちらイラスト好きな人は、投下してみてください。イラストはね変わるんですけども、性能変わらないんでね。はい、そしてプロフィールキャラ登場いたします。過去のねホワイトデーのムラマスだったりとかね、ディートリヒとか、まあ、この辺のイケメンキャラね登場しますので、欲しい人は交換してみてください。そしてホワイトデー当日限定のスキン宝箱登場いたしますと、当日にログインすると水色のスキンパーツが登場する宝箱もらえますので、ぜひログインしてください。そして、こちらがですね、無課金のコマですね。今回のクッキーコイン交換所でおそらく手に入ると思われます。響きが登場しますので、これもね忘れず作っておきましょう。はい、ということで今回紹介しましたホワイトレフェスタ2024は3月5日12時から登場となっております。はい、ということで、まあ、今回やっぱ個人的に欲しいのは、まあ、ハルモニア欲しいですね。あとはバカンもちょっと面白そうで、ベレスドは絶対取りたいかなっていう感じですかね。あとはソウルで強そうな、まあ、トヤもね気になるって感じですかね。よかったらね、皆さんの感想とか欲しいコマありましたらコメント欄によろしくお願いいたします。ということで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ、ありがとうございました。